ヘリアンフォラ属ヒーリアンフォーアはサラセニア科に所属する植物の一族である。口が大きく開いた筒状の葉をつける食中植物であり、その点でサラセニアによく似るが、蓋がごく小さいのが特徴である。南アメリカ北部にあるギアナ高地の実に分布し、多くの種が知られる。図版根茎からロート状の葉を出す双本。根茎はダーリングトニアに似ており、 そこから根室用をロゼット状に出す。根はやや肉質でもく発達が悪い。茎が立ち上がるものもあり、H 縦は立ち上がった茎に葉をつけ、全体で2メートルに達するものもある。花形は根茎から出て立ち上がり、先端に相乗果樹をつける。花柄の基部には筒があり、果樹は数花を含む。花には4から6枚の卵型の弁があるが、 これは額であり、真の花びらはない。花色は普通は白。お寿司部は多数うーあり、脂肪は酸質で、中等は単独。種子は細かくて円盤状でフロートを持ち、水に浮いて散布されるのに適している。なお、花は一週間以上も咲き続ける。葉は、ロートのように上が開いた筒状で、背面には中六が走り、 それ以外に両側にそれぞれ4から6本の葉脈がある。内側中央に互いに寄り合った2枚のひだが縦に並ぶ。この部分で切り開くと長皮心型になり、この筒は葉の両側の円が融合したもののように見える。外側では葉脈に沿って特異的な V 字状の毛が並ぶ。内側は3部分に区別でき、まず筒の上側では下向きに生えた難毛が密生する。 中央部分では毛がなく滑らかな面となっている。それより下では下向きの濃厚が密生し、この部分が補充部となる。懲戒器の分泌線はない。また、葉の先端には耳かき状のさじ状態があり、これはウツボカズラの蓋に対応するような形となっている。その内側は凹んでいて滑らかな面に大きな蜜線が分布する。蜜腺はこの部分以外に、 外面の縦に走るヒだと、内側の難毛が生えた部分にもある。なお、内向き側に並ぶ2列の縦ヒだには、内側の難毛部で合着せずに、わずかなスリットを開けた部分があり、これは余分な液体を排出する働きを持つと思われる。これは、蓋の裏と入口周辺の密線で昆虫を誘引し、内側上部の難毛部分で昆虫を落とす構造と見られる。 消化液は分泌されず、昆虫の分解はバクテリアによると思われる。蓋は雨を遮るには小さすぎ、消化液を出さないのは雨水による希釈を遮れないためとも見られる。なお、消化酵素の分泌が行われないことから、本属のものを真の食虫植物とみなさないとの立場もあった。例えばダーウィンは1888年に、 食虫植,植物に関する食虫植物に関する最初の幅広い創設を書いたが、その際に本属をこれに含めなかった。これに関しては、ヤッフェイ・トールが本属の複数種について検討し、エイチタテがタンパク質分解酵素を分泌することを示した。彼らは食虫植,植物の定義として、虫を誘引し、捕獲し、分解し、 吸収するための構造と機能を備えることとし、この種がそのすべてを備える真の食中植物であるとした。彼らが検討した残りの種は、H. ニュータンズ、H. ヘターダクサ、H. マイナー、H. ヨナシーであるが、これらでは、酵素の分泌は行われておらず、蒸気特徴のうちで、分解の機能を自前では持たないものの、それ以外の特徴は有するとしている。 学名は沼地を意味する、ヘロスとツボを意味する、アンホラを合わせたもので、沼地の兵士層の意である。これは記載者のことであり、後付けの説明ではない。この名称を太陽を意味する、ヘリオスとツボを合わせたとする説明を見ることがあるが、明らかに間違いである。英語でも、このような誤解があり、そのために、本種の英名は、サンピッチャー・プラントとなっている。 根での水分吸収はあまり行わないらしく、栽培下ではほとんど根なしの状態でも生育に変化はない。むしろ葉からの水分吸収が重要で、乾燥した空気にさらすとすぐにしなびる。ヌタンスの自生している様子、ロライマ産コロンビア東部、ベネズエラ南部、ブラジル北部、ガイアナ、スリナム、フランス領ギアナにまたがる地域の、いわゆるギアナ高地に分布する。 熱帯域ではあるが標高が高いために高い気温にはならない。本属の記載は1840年にベンサムによって行われた。それに先立つ1838年、ドイツ系イギリス人のションバーグ兄弟は、ガイアナ、ブラジル、ベネズエラ三国の国境線測定を目的としてその、境界にあるロライマさんの探検を行い、これを踏破し、同時に、 多数の植物を記録した。この時その山腹の標高1800メートル付近の小宅地でタイプ種となったヌタンスを採集。これが本属の最初の発見となった。彼らは兄のロバートによる詳細なスケッチとともに、これをベンサムに託した。その栽培は40年後、ロンドンのビーチ紹介の種、ハリービーチが植物採集家として著名であったバークに。 その採集を依頼したことに始まる。バークは、ロライマサンでこの植物の育種を採集し、1881年には、チェルシー農場に届けられた。8年後にこの株は開花し、翌1890年にはその原植図を添えて、当時の旧植物園の延長フッカーがこれを、ボタニカルマガジン市場で報告した。1884年には、イムサーンが、ロライマンを探検し、 この植物が山頂に近い2400メートル付近にも散することを報告し、しかし第一次大戦などでこの類の報告は空白となる。1928から29年にアメリカ自然科学博物館がベネズエラ政府の協力のもとアマゾナス州に探検隊を派遣、本族に新たに3新種を報告した。それ以降、さらにいくつかの新種が発見され、 現在に至る。この属の植物の発見は、蒸気のように古いものではなく、また到達が困難な地域でもあり、種の発見は、時間がかかっている。近藤、近藤では、本属の種は6種とされているが、その後に多くの種が発見されている。マクファーソンへ通るでは記載された種が23種と、さらに若干の未記載種を挙げている。これは、 サラセニアカの中で最大である。ギアナコーチは多数の小さなコーチからなり、それらの間の隔離が著しく、そのために種文化が起こったものと考えられている。以下、代表的なものを挙げる。食中植物として栽培されることがある。ただし、蒸気のように熱帯域のコーチの植物で、そのような種にはよくあることであるが、日本では夏の暑さに弱い。 温度を下げながら湿度を高める環境づくりが必要で、これはやはり高知に産するウツボカズラ族の栽培法に準ずるものである。ただし近年は広廃品種も作られ、それらはやや栽培が容易である。他方、本属の植物は種数こそ多いものの形態的に多様性が低く、またその形態も秩序である。以上の面白みは少ないので、干渉価値は高いとは言えない。 ありがとうございます。